ふむ。こうやってシスターズを見てみると、なんだか私たちもプラモとして実体化して、同じ目線に立ってみたくなってくるなぁ。そんなシスターズのマスターさんに向けて、今回はそれっぽいボディを作る方法をご紹介していきますよ。ということで、今回ご紹介していくのは、ピア・アシャヤ・ルルチェなどシスターズの小型素体に大きさを合わせた男性型のボディとなっていますね。シスターズと合わせるためとは言っても、使うパーツは全部サーティミニッツミッションのものになってるから、パーツの手に入れやすさはサーティミニッツシスターズよりはマシというのもポイントかな。今回の作例が生まれたのは偶然ではありましたが、シスターズと一緒に並べておくマスター用の機体、つまりプラモを組む僕ら自身の分身として使えないかな、と思えてきたので、試作機として形にしたものになります。それでは見ていきましょう。まずは使用キットとパーツを見ていこう。今回使うキットはスピナティアとオプションパーツセット1、2、6のいずれかを2つずつ、あとはエルザ・ビークルのスペースクラフトにラビオット用オプションアーマー2セットとなっています。このうちオプションパーツセットに関しては中にあるオプションジョイントを使うというだけなので 1.26 のどれを使っても全く問題はなかったりします。そしてラビオット用オプションアーマーだけど、これは初期に出た拠点攻撃用か特殊作業用アーマーのどれかを2セットずつ用意すれば OK だよ。というわけで組んでいきましょう。早速使うのがこちら。ラビオット用オプションアーマーに入っているサブアーム基部2個とオプションジョイントの12番と15番、この両面 C ジョイントのパーツと C ジョイント 3mm ピンを持つパーツを1個ずつとなっています。このジョイントを使うことで基部2基をつないでボディとし、ピンがあるジョイントによって腰フレームへ接続できるようになるのです。続いてスペースクラフトのタイヤ2基を上のサブアーム基部に接続し、肩ジョイント受けにしていくよ。おお、なんだかもうマッシブな体型になってきているのがわかりますね。そうですね。ここに後ほどご紹介する腕を接続することになりますが、この構造もあってか通常の機体とは体型がだいぶ変わってきているのですよね。そして少しアンバランスかもしれませんが、首ジョイントとスピナティアヘッドを装着すればだいぶボディっぽい感じの見た目になりますよ。おお、ボディに関してはフレームをオプションで組み上げることで体型を調整しているということだったんですね。最後に胸部にオプションジョイント7番のパーツをセットすればボディは完成。これでマクシオン系の胸部装甲を装備できるようになったよ。まあこのままだと接続が緩いことがあるみたいなので、その時は100円ショップで買えるバーニッシュを塗るなどの補強を行いましょう。続いて腕を組んでいきましょう。まずはスピナティアの太ももと前腕をオプションジョイント12番のパーツ、さっき使った両面 C ジョイントのジョイントと同じ機能を持つパーツで接続するよ。そしてスペースクラフトのこのパーツを肩としてボディと接続すれば完成だよ。最後に腰と足を組むわけですが、ここはかなり簡単にいきそうですね。というのも、太ももがスペースクラフトのパーツに置き換わるだけで、その他はスピナティアのものをそのまま組むだけなのですよ。そう、構造のほとんどは機体そのままのものを採用することで簡単に組めるのに、完成後の見た目はだいぶ変わるという結果になるのですね。というわけで、これでボディは完成だね。スピナティアとパーツを共有していることによって、ある程度細身な感じは保ちながらも、フレームごと新造したボディによって肩幅が広くなっているのが特徴だね。スピナティアヘッドによって頭もサーティミニッツシスターズと同じくらいのサイズになっていますし、ちょっと長いような気もしますが、がっしりとした印象の腕もいい感じですね。背中にはピン2本があり、規格は特殊ですがそれなりの拡張性も備えていますよ。なんかこのピンが背骨っぽく見えてくるのもポイントだね。あるいは鉄血のオルフェンズのあらやしきシステムだとか、神経を改造した人間みたいなホラーな感じを演出するのにも使えそうだね。さて、廉価版の作り方は以上になりますが、この状態どこか気になる部分があったりしません？私はこの肩部分とか気になりますね。昔のキューキットガンプラみたいにムカドーモデルとしてみるなら廉価版でもいいんでしょうけど、せっかくシスターズと並べるならやっぱり肩も動かしたいですよ。という人も多いと思うから、ちゃんと可動化する方法も考えてあるよ。やり方は簡単。スペースクラフトのパーツをエグザマックスの腰の丸いジョイントに置き換えるだけ。これだけで横方向に肩を上げられるようになって、可動域が大幅に広がるんだ。おお、確かにこれはいいですね。というかこれをデフォルトにしてもいいような気がしますよ。それに関しては
このジョイントを手に入れるためにエグザマックスを1機買わなければいけないため、新しく買って組む場合コストが大きく跳ね上がってしまうのですよね。なるほど。それで買うキットを最低限に抑えるためにスペースクラフトのパーツを使ったわけか。コストを度外視できるか。すでにパーツをお持ちの場合はもっと簡単に作れるかもしれませんし、サーティミニッツシスターズから首変換パーツを使うことで首を長くしてより体型バランスを整えるなど、さらなる改良を行うこともできますね。皆さんもいろいろ試してみてくださいね。では最後に可動域を見ていきますよ。まずは頭部、ボールジョイントによって上下左右と自由に動かせるのに加え、 C ジョイントによって前後の可動域がさらに強化されていますね。このあたりはマクシオンフレームの良さを受け継いでいるみたいですね。ちなみにサーティミニッツシスターズの首ジョイントを使った場合、ボールジョイントが使えなくなるから可動域がちょっと狭まるという点には注意してね。続いてボディの可動域です。まずは肩ですが、ここはスペースクラフトのタイヤをそのまま使っているということもあり、回すという動作もそのまま行えるようになっています。お、これを使えば腕の可動角度を調整したい時に回すだけで済みますし良いですね。普通の機体でもボールジョイントを回せば同じことはできるんだけど、ボールジョイント接続が硬すぎた時にパーツがねじ切れる危険があるから気軽に回せないんだよね。それがこのフレームだと簡単にできるのはいいよね。そして腹部、ここは真ん中の C ジョイントをうまく使えば前にも後ろにもかなり倒すことができるようになります。凄まじい可動域ですね。腰との接続に使っているジョイントも含めると胸部と腰をくっつけることすらできてしまいます。もしかしたら可変機のベース機としても使えるかもしれませんね。というわけでサーティミニッツミッションを使った男性型フレームのご紹介でした。うん、これでティア・アシャやルルチェと一緒に並べておくのには良い感じのボディが手に入ったわけか。ここから細かい部分の改造や塗装もやって、自分専用機というよりも分身として並べておけるね。一緒に戦っている様子を演出するもよし、生活しているかのような感じにしてみるもよし、今後のディスプレイネタが広がりそうです。他にも足やボディを延長することでリシェッタサイズに調整したりと、カスタム次第では他のシスターと大きさを合わせたりすることもできるし、サーティミニッツシスターズのパーツを使わずに組めばサーティミニッツミッションの公式戦にも出られるなど、イベント用としても割といい感じかも。まだ背中の拡張プラグを使ったカスタムネタも特にありませんし、よかったら皆さんも作ってカスタムしてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは皆さん、良いプラモライフを。